dann có biết nổi tiền anh không? Không, tôi không biết nổi tiền anh. Xin chào các bạn. Xin chào, mình là Kiki đây. Đây là video mình quay khoảng 1 tháng sau khi bắt đầu học tiếng Việt. Hoàn toàn không phát âm được nhỉ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn quá trình đến khi mình có thể nói được tiếng Việt như bây giờ. もうかれこれ約3年前の話です。よし、仕事辞めたし、以前から行きたかったベトナムに行こう。行く前に少しでもベトナム語を勉強しておこうと思い、僕がまずベトナム語の教科書を買う以外にしたことはオンラインレッスンと語学学習アプリです。ベトナムに行く前に少しでも話せるようになっておきたくて、スカイプによるオンラインレッスンを受けてみました。まず受けてみたのはカフェトークというサイトのベトナム語レッスンです。ベトナム語が話せる日本人の先生を選びました。料金は30分で1000円くらいでした。4回くらい受けました。でも僕がまだ疑問点もほとんどないくらいの初心者で、全然レッスンを活かせなかったので、すぐストップしました。レッスン受ける前にある程度の独学は必要ですね。それからやっぱりベトナム人の人とも話してみたいなと思い、別のサイトに登録をして、ベトナム人の先生のレッスンを受けました。これも続きませんでした。なぜなら手持ちのテキストは北部弁なのに先生は南部の人ですよ。なんでテキストはアインというのに先生はアンというのか本当に意味が分かりませんでした。いやいや、本当そのくらいベトナム語について何も知りませんでした。ということで混乱する授業にお金は払えないので、また4回か5回ですぐストップしました。有料の教科書、有料のオンラインレッスンよりも活用したのはこのアプリですね。ハロートーク、一言で言うと語学交換アプリです。アプリ内に翻訳機能も入っています。このアプリをダウンロードして思ったことは、ベトナム人の人からめちゃくちゃメッセージが来るということです。なぜなら単純に日本人ベトナム語学習者とベトナム人日本語学習者の割合が本当に1対9ぐらいだからです。正直このアプリは結構活用しました。このアプリを使ったベトナム語学習術についてはまた違う動画で話しますね。ということで、日本で2、3ヶ月ほどベトナム語をかじってからベトナムにやってきました。それで少しでも話せたのかというと、そんなことはありません。結局現地に来ても本当に本当に簡単な言葉と数字しか言えませんでした。聞き取りも全然できませんでした。もちろん発音もなんとなく、成長何それって感じでした。正直ベトナム語の発音を軽く考えていました。何が一番驚いたかというと、フォーが通じないんですよ。フォーが。ベトナム人に好きなベトナム料理は何と聞かれて、フォーと言ったら、あ？え？何それみたいな反応されたんです。いやいや、当時の僕にとってはベトナムイコールフォーぐらいの感じだったのに、え？って言われて、本当僕の方がえ？でした。まあでも、今思うと、ベトナム語って本当に声調を外して発音すると、何言ってるか分かりにくいです。ということで、ベトナムに来て、レストランで仕事を始めました。ハノイ、ベトナムにあるレストランなので、もちろんスタッフは 97% ベトナム人です。ここでまた一つ、え？と思ったことは、野菜の名前もすべてベトナム語で覚えなければならないということです。まあ、調味料もですが、セロリ、パセリ、ブロッコリー、バジル、通じません。パプリカは韓国でもパプリカって呼ぶからベトナムでも通じるかなと思ったら通じません。おだら、もしくは、おっちょんと言わないと通じません。というか、パプリカってハンガリー語だったんです。野菜の中でもこれは日本語とちょっと似てるかなと思ったのはクレソンぐらいですね。改善、改善。はい、僕のベトナム語学習のスタート地点は野菜の名前を覚えることでした。仕事を始めてからは週に1回、休みの日に語学学校で2時間ベトナム語の授業を受けていました。授業を受けてて思ったことは、テキストに沿った授業は退屈だということ。そして語学学校にいるベトナム人の先生たちは毎日外国人の話す適当な発音に聞き慣れているから、適当に発音しても聞き取ってもらえるということ、ある意味聞き取りのプロなんです。理解してくれるならいいじゃないかと思うかもしれませんが、このまま先生と話し続けたら発音にルーズになるなと思ったので、2ヶ月でやめました。そこからはずっと独学です。ベトナムに来てまずベトナム語の発音の難しさ、伝わらなさに脅威を感じたこともあって、来て半年くらいは
母音、子音、成長に関する動画やテキストを繰り返し見たり、そして、ああ、ベトナム語は本当に情報が少ないな、と思いながら一人で勉強してました。あと独学で何をしてたかというと、ベトナム人の友達とのチャット履歴を見ながら単語の復習をしたり、ベトナム語についての疑問点をハロートークに投稿したり、自分のベトナム語音声をまたハロートークに投稿したりしていました。まあ、コメントとかもらえる。あとはですね、あとはこうやってこのスケッチブックに、まあこれベトナム語教えてください、日本語教えますって書いてあるんですけど、まあ、こういったものを書いて大学近くの歩道橋に座ってたり、保安検問所周辺に座ってたりしました。すると暇な人が話しかけてきてくれるんですよね。まあ、来るときはそんなに来るなよっていうくらい来ますし、来ないときは1時間くらい待ってても誰も来ません。まあ誰も来なければ来ないで一人で座って Kindle でも読んでおけばいいんです。話しかけてくれる人は大体日本に興味ある学生さんとかおっちゃんですね。このスケッチブックスタディは僕が韓国語を勉強した時に始めた、まあ、遊びなんで真似しないと思いますが、安全は保証できないので真似しないでください。ベトナムに来て最初の半年はこんなに通じないんだな、もうベトナム語の勉強やめようかなと思うことがよくありました。ベトナム語で話したくて頑張って話してるのに、あ、あいなぜぃ天本気を、あいのいてんやって、あいのいてやんで、と言われることがあったからです。ベトナムに来て半年も経てば、少し話せると思ってたのに、全然そんなことはなくて、相変わらずベトナム語は聞き取れないし、話しても、あ、あってよく言われてました。もちろん、ベトナム語上手だねって言ってくる人もいましたけどね。まあ、それでも、ベトナム語の勉強を続けたのは、ベトナム語が好きだった。というわけではなく、ベトナム人のことを嫌いになれなかったからかなと思います。ベトナムに来て1年8ヶ月、さすがに勉強を続けていた甲斐もあって少し話せるようになりました。そして、はって言われる回数も減ってきました。そこでふと YouTube でもしてみようかなと思いました。テーマはそうだな、ベトナム人女性と日本人男性の恋愛にしよう。恋愛ネタが好きなので、そんな YouTube チャンネルを作り、最初に作った動画がこれです。日本人男性を落とす時の3つの注意点。でら、もう一回、バンデー、ロン、ズア、今回、ベナム、バ、コンチャイニア。なんでしょう。カオロン、ガインタイ、バ、ジャン。一応、ベトナム語で話してますが、ガーと言わないところをカーンと言ってしまったりして、まあとにかく間違えてます。 YouTube を始めてからはベトナム語を勉強する時間が少なくなりました。まあそれでも YouTube に書かれるコメントを読んで返したり、ベトナム人女性から来る恋愛相談を辞書を読みながらベトナム語で返したり、勉強というか実践でベトナム語を学んでいました。そんな勉強時間がない時も続けていた習慣は辞書です。寝る前に一人飯のお供に待ち合わせで待ちぼうけを食らっているときに読みます。紙辞書のいいところはいつでもどのページを開いていいところです。むしろこうやって偶然開いたページに興味を持って読み進めるのが楽しいですよね。寝る前に読むと寝つきも良くなり、たとえ寝れない日も寝れない時間がベトナム語の勉強の時間になるので、やばい寝れないとかって焦る必要も全然ありません。なんかめっちゃ宣伝してるみたいになりましたけど、全然そんな意図はありません。2年経った頃から知り合いだけでなく、あれ？これ市場のおばちゃんとも会話できるじゃんということに気づき始めました。そして最近作った動画がこれです。ベトナム語を勉強してて感じたこと、それは孤独感です。本当僕は独学ということもあり、このベトナム語の難しさを共有できる相手が本当にいませんでした。なんでいつもバイクに乗りながら、あーまた今日もはって言われちゃった、なんであの単語を通じなかったんだろうな
と一人で考えました。まあそれもベトナム語との思い出の一つですね。ベトナム語を話せるようになるポイント一つ、学習初期にベトナム人の人からはと言われるとこういう気持ちになります。なおていうか、そんな余計な感情に振り回されず学習を続けることです。この動画を見てフォーの国の言葉ちょっとでも勉強してみようかなと思ったらチャンネル登録お願いします。